選挙の結果は、皇帝の現実に対し、何か変化を起こすのだろうか？実は一時的に、政府を消すことで、紛争解決機構、オーガさんに、責任を集中させようとしただけ？かもしれないのだ、今回の選挙は。構造が責任の荷重に耐えられずに破綻したら、その時は改めて、皇帝の出番、だ。人類の 10% 程度を切り捨てて、そして少しの、偽りな映画の時を過ごす。発生する戦争が、何もかもうやむやにして、ことはきれいに。皇帝の強制力があまたの不祥事を隠蔽し、数値は改ざんされ、発生する戦争を嘆き、そして今の状態を肯定。ともかく解散総選挙は終わって、一通りの結果が出て、再び日本に政府が発生し、この状況はまた同じく。自公の連立過半数。マスコミの政権選択選挙が、あれは何だったのか。ほぼ、当たり前、その結果、でしか。